第1幕新たな始まり。はえー、え、どんな、ほい、あ、え、え、早速早いね。え、なに、なにか、なに、キムジ、記念すべき1枚目です。何がいいと思う？何書く？何がいい？君たち。ルシア、ルシア書こう、ルシア。ルシアを、ルシア売りさばこう。ルシアを書いて。ちょ、どんな感じ書こう。ちょっとじゃあ、一旦、ちょっとまずは、サクッと、ね、いつも通り。消しゴムには、なんだ、レジスターをクリックして、キャッシュフロー、何言ってんの？何、請求書？何、なんか請求されてる？なんなん？ピースでもさしとくか。はい、ピース。なんだ、え？待って。ん？支払い済み。なんか お金吸い取られてんだけど、何？お金取られてるよ。辛い、辛さがある。待って、どうだったっけ？ルシア、ここどうなったっけ？え、待って、何？あ、ヒントか、びっくりした。お金取るから怖くて。え、これでいいか、これでいいか。ハートとかつけてこう。可愛く。できた！完成！え、何？あ、どこに飾るかって？ちょっと、ここにドーンと、あ、置けない。ん？ちょっとじゃあ、一旦この店の看板になる部分に置こう。どう？君たち。作品名！マリンのために売られる、売られるシア。マリンのために売られるシアでいきます。はい。ルシア、頑張れ！売れろよ、ルシア。よし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 。かわいくね？見て、ほら、かわいい！どうこれ、ねえ。ちょっと、これ、なにこれ？ワイン、バケット、家賃。やば。元気170。はぁ、お金がない。ちょっと、絵を描く、次の絵を描こう。ケース、次何、何描く、誰、何描こう、何、あ、何、待って、え、何、え、トレビアン、え、何、98円、安いよ。え、これは待った待った、安いよ、そんなんじゃ買わせてあげません。ルシアは妹、買ってくれなくなっちゃった。交渉しすぎた。87円じゃちょっと売れないわね。頼むわ君、もうちょっと奮発してくれねえかな君。何書こうかな。で、次誰がいい。お、何、せ、せき、やばいやばい、売らなきゃお金が、3期生書いてくる。ちょっと、何、エネルギーが足りないぞ、俺の好みじゃ。はぁ、あんたとはてめぇ、喧嘩だ。殴ろう。ドイツだ。こいつか。殴りに行くぞ。おい、待て、おい。ほら。殴るボタンない、殴るボタン。てめぇ。あ、行っちゃった。おい、何スルーしてんだよ、船長の絵を。ちょっと、とりあえず描いてこう。もう、あいつらに構ってる暇ないから。ちょっと、じゃあ、誰がこう。わお、独創的だ。あ、いいじゃん。え、売ろう。ちょっと、お金ないから、売っちゃおう。ありがとう、君。買ってくれて。マリのために売られるシア。はい、105円で売れた。やったー。次、誰売ろう。ペコーラ売ろうか、じゃあ。ペコーラは、泣き顔が一番可愛いって100万回言われてるから、泣き顔にしよう。泣き顔。なんか、どうしよう。なんか、へーって言ってる時の、ペコーラ。ひどいペコや、へえ。こういう顔。ちょっと三つ編みかけなかった。いた、売ろう。タイトルは？タイトル、あ、どこに？じゃあ、端っこで、ここで売ろう、ここで。オッケーオッケー。これは、ペコ逆と。よし。頑張れ、ペコラ！売れろよ！はい、次書きましょう。次誰がいい？誰売る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 さまく。
とか売れそうな女、ノエル売ろう、ノエル。ノエルの、ノエルのおっぱいで、決め手はおっぱい。ちょっと、下の方をね、かけましょう。おっぱいの部分を、しっかり、アピール。こんな感じでね。あ！お！この芸術家を自分の芸を買って、あ、150いっちゃった！いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん！うろ。わかってんね、君！うん、ペコ逆売れた！ 151 円。やったぜ。売れてんね、ペコ逆。よし、ノエルの、おっぱいで勝負するぞ、次は。ちょっと、困り顔にして、困り顔にしてちょっとエッチにしよう。ちょっとエッチを演出。バスタオル、あ、いいね、バスタオル。お風呂上がりでこんばんはする。よし。いいぞ。ノエル、ヌードで、稼いでこい。お前のヌードで。よし、できたぜ。これを売りさばこう。じゃあここで、はい。親友のために、脱いだ、ノエル。よし。頑張れ、ノエル、稼いでこい！頑張れ！じゃ、次行くぜ。じゃあ次、フレア。フレア、どうしようかな。フレアどうしよう。フレアちょっと金ツバとセット売りしよう、セット売り。ちょっとかわいい感じで、なんか、萌えって感じで行こう。お結構高っ、いや、これノエルの裸やぞ、もうちょっと出せるやろ、もうちょっと出せ、あ、ちょ、君もうちょっと出せるよね、ノエルの裸です。売らねえよ、そんな安いね、じゃあな、売れないな。裸やつ、裸。舐めとんか、お前は。あ、エネルギーはどこ行っちまったの、つまらねえ。やべ、やっぱ脱ぐのはまずかったかな。脱がすっていうのはちょっと安直だったかしら。気をつけよう。ちょっと、次の、じゃあ分かった、次のフレアで、あの、エネルギーを感じさせる作品に。お、なんでこんな情熱ない、を書いてる。ねえ、やめて、批判しないで、船長の絵叩かないで、批判しないでよ。最初に売ればよかった、あのジジイに。くそー、ひどい。そんな言わないでよ。ちょっと待って、フレア前髪世界一難しい。フレアの前髪世界一難しくない？世界一難しいと思うんだけど。前髪の作画が難しいキャラクターランキングベスト5に入るね。あ、さっきのジジイ、やっぱり、もう好きなやつ、もう200分かった。うろう。行ってこい、ノエル。行ってこい、ノエル。ああ。はい。エロジジイに売られた親友。いいんだよ、ノエル。船長の糧となれ。船長のために、脱ぐんだよ、ノエル。うちら友達だろ？よし、もうこれで売っちゃおう。ちょっと、あの、パワーが足りないって言われたから、なんか、炎とか書いとこう。ね。ゴーつって。はい！よし。これタイトル何しようかな、タイトル何しよう、決めてタイトルつけていいよ。何がいい、タイトル何がいい。フレア炎上、フレア炎上。よし、フレア頑張れ、炎上芸で船長のために一発売れてくれよな。ちょっとお茶飲みます。さあ、お、朝のバケットのように新鮮な、うん、121か。やっぱノエルに脱がせるのが一番売れるな。ちょっと、もうちょっと上がんない？もうちょっと上がんない？え、
127。もう、ちょい上がんない？あ、下がった。もう一回、129。いいよ、わかった。売る。自分も売る？ん？彼らは、あなたの人気の上昇を議論する会議を開いてます。は？何会議してんの？船長書いていくらで売れるか見よう。よし、わかった。船長本気出すわ。自分だからちょっと一番エッチに書こう。どうしようかな。きつい？は？どこがきついの？見とけよ。多分、今まで最高の値がつくと思われる。いいの、裸。女性の裸は芸術だから、いいんです。いいの、船長買います。赤スパで、赤スパパワーで、買おうとしている人いますね。買います。やばい、釣り上がってきてる、釣り上がってきてる。君たちいけません、船長のヌード画にそんな、お金を出したら、船長のアイドル性が問われてしまうじゃないですか。いけませんよ。グラビアアイドルデビューか。はい。よし。タイトル何しよっかな。何かな。タイトル何がいい君たちに。うん。AV 落ちよ。AV 落ちよ。やだ、落ちてないもん、落ちてない。エロマリン、センシティブ。ああ、90年代。ミウリ。じゃあミウリにしよっか。ミウリ。よし、頑張って。船長、売れろよ。この、こんだけ体を押し売りし、切り売りしてんだから。次は誰にしよっかな。次誰書こっか。アクアちゃん、アクア先輩。アクア先輩は脱がせるわけにはいかないから、可愛く書こう、普通に。なんか、あ、赤だった。あ、この芸術家は自分の芸を分かっているようだな。あははは。そうだね。確かに船長の芸風はこうだね。君の言う通りだから、売るわ。それは売る。それは売るわ、もう。君の言う通りよ。赤先輩見てる？ちょ、待って。見たい。マリンちゃん、私のこと好きすぎ。やべ、音楽止まった。変なムードになって今。いや、好きですよ。当たり前じゃないですか、赤先輩。もう、可愛く描いてますよ。この、ね、赤先輩が、いくらで売れるか、一緒に見ましょうね、赤先輩。よし、できた。いくらで売る？いくらで売る？アクア先輩。いくらじゃない。なんて名前で売る？なんて名前で売る？あ、眉毛潰れてる。しまった、書き直すの忘れた。まあ、いっか。しょうがない。はい。消しゴム欲しいね、ほんとに。うん。大天使アクア。じゃあ、大天使アクア。頑張れ、大天使アクア。売れろよ。はい、次。次誰書く？誰がいい？誰がいい？誰がいい？誰売る？誰売りさばく？誰で人儲けする？あ、来た。なんでこんな情熱の絵を描いて、批判しないで。やめてよ、可愛くかけてるじゃん。情熱があるよ、あるよ、情熱。ひどい。みこさん、みこ先輩。ちょっと待って、みこ先輩とか。あ、待って、630。あ、ちょ、待って。オッケー。すごい！すごい！赤先輩！すごい！すごい！いいねで売れた！赤先輩すっげえマジ！すげえ！さすが！愛されてんな、やっぱ。
か、天使なんだ。なんか、私とかノエルがさ、裸体さらしてたのアホみたいな、アホみたいじゃん、なんか、裸体さらして。なんなんだ、マジで。じゃあ、ミコ先輩とこ。さくら、ミコ、ちょっと資料見ながら。宗教が宗教画みたいなもんか。なるほど。あ、いいね。これ、ミコ先輩書こう。ミコ先輩も脱がしていいか。脱がさない方がいいか。脱がさない方がいいか。脱がすのはやめとこう。どんな顔がいい？え、どんな、どんなミコ先輩がいい？どんなミコ先輩がいい？泣き顔がいい？オッケーオッケー、泣かせよう。全ロスして泣いてる顔。待って、赤川先輩何？何赤川先輩？ちょっと待って、見に行く。赤川、赤川、赤川。ん？あ、いたいた。私売られたのでゼロドルでしょ。すいません。売っちゃってすいませんでした。すいません。すいません。すいません。いや、ずっと一緒ですよ。私たちは。ミコ先輩の、なんか、情けない泣き顔を書こう。情けない泣き顔。ちょっと待って、全部か、ちょっと待って、上限赤スッパ来てるよ、ちょっと。君、そんな払ってもらっても、渡せないぞ、この絵。君、困るな。できました！ほい！売るぜ。タイトル何しよう、タイトル。タイトル何がいい？ポンコツ。ゼンロス、ゼンロスミコ。はい、ゼンロスミコ。はい、船長のために体を張ってゼンロスした。ミコ先輩、頑張って売れてください。さあ、あと誰書こうか。誰がいい。お、エネルギーはどこに行っちまったんだ、つまらねえ。言われてるよ、ミコ先輩。言われてますよ、言われてますよ。誰書こうか。割れてる、割れてる、割れてるね。ルシア書いたんだよね、最初に。あ、え、待って、すごい、すごい値がついてる、すごい値がついてる。920。ミコ先輩よくやった。さすが全ロスミコ。船長のために全ロスして、全ロスして金になってくれたわ。さすがよね。マジで。さすがよ。いやー、素晴らしい。はい。ここらでさ、4期生、誰がいい？ 4 期生。ココさん。あ、ココさんならさ、エロい絵でも怒んなさそう。待って、ココ。よし。よし、じゃあちょっと、ココさんのヌードで一発当てるか。一発、荒稼ぎするか。バスタオルピンク、了解。バスタオルピンクにしよう。君たちがそう言うんだったらきっとそれがいいんだろう。信じるよ、エロガキどもの感性を。よし、行こう。湯気書いとこう、湯気。もく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 。お風呂上がりアピール。売るぜ。なんて名前で売ろう。なんて名前で売る。あ、髪の右下、忘れた、忘れてた。まあ、いっか。まあ、いっか。細かいことはいい。ゲボカは、ゲボカは、身売りドラゴンにしよう。
よし、じゃあ、ギャボカバミユリドラゴンが、ギャボカバミユリドラゴンが、いくらで売れるかチェックして終わろう。ここでちょっと、監視してよ。はい。はい、皆さん買ってください。ギャボカバミユリドラゴン。来た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 。まあ、何する？あ、スペシャルな評論家。なるほど。なになに、いや、なに、BGM。ちょっと待って、なに、人生のきらめき、ゲバカバミユリドラゴン。私が、パスパル2について、聞いたのはつい最近のことでした。風変わりな、若いアーティストで大胆な問いかけに情熱を持っていました。私は犯罪に巻き込まれた路地を歩き回って、私は逃走の雰囲気を抱きました。間違いない。確かに逃走の雰囲気がある。テーブルの上の作品に魅了される前に、遠目にもその職人技に胸を打たれました。私が作品に近づき始めると自分自身が興奮していることに気づき、そしてもっと近、お前の絵で友達はできるだろうけど、アートは作れないだろう。今、はってめえ、今いい新聞読んでんの何？何？より詳細な検証の結果、興味深い、マゼンタ、色が良くないね。ねえ、今、色褒められ、なんだこいつ！今色褒められてんの？新聞で今色褒められてんの？素人は黙っとれ！対照的な、アラバスターは人生の永遠の苦悩を思い起こす。色の選択が少し過激だ。は？素人どもがよ。いきり散らかしてんじゃねえぞ、マジで。え？なに？あ、終わっ、はい、というわけでね、第1幕終了。ほらー、君たち船長第1幕クリアできましたということでね、なんと無事にこの1幕でね、綺麗に第1幕を終わらせるっていう、この奇跡のプレイヤースキル。というわけで、今日はね、これで終わりにしようと思います。あ、はぐれ先生、ありがとうございます。船長うまい。あれ、ありがとうございます。ぜひ、はぐれ先生も遊んでみてください。ペコラを売りまくって遊びましょう。前の翔太さん。お疲れ様でした。めちゃくちゃ面白そうなゲームなんで買います。船長もね、これマシュマロでおすすめしてもらって、で、マシュマロね、それ見て、なんか面白そうだなって思ったから買ってみたんですけど、すごい楽しかったです。いや、仲間たちを売るの楽しいわ。